長寿王は、高栗の第二十代の国王。清和公忌みはコ意味ミガ巨連。義書などには、玉城の名で現れる。先代のコ太王の長子であり、四百九年に大使に立てられ、四百十三年に、戦王の死により後を継いで即位する。四百十三年、闘神に入朝して、作法を受け、支持説、都督英州将軍事、進む東将軍、高栗王。 落老公の称号を受けた。414年に首都の国内上に父の自責を記した碑文を建造した。これが皇太王妃である。427年に首都を国内上から平壌に移し、白木や九太良、さらに九太良を援軍として助ける日本軍と戦って、朝鮮半島の大半島領外島までに勢力を拡大し、高栗の最大半島なした。 475年には、九太良の半寸を陥落させて、街郎を殺害した戦傷により、九太良は、熊川に南戦し、振るわなくなった。また、中国に対しては、北義との交争に敗れて亡命してきた、北園の表広氏をめぐって、一時は北義、南朝層のそれぞれとの間に緊張もあったが、南北朝どちらに対しても長考を重ねて、良好な関係を構築し、 作法体制下で高い評価を勝ち取り、高栗の前世紀を築き上げた。在位79年にして491年12月に死去した。98歳という長寿をもって没死したことから、長寿王と送りなされたが、三国式には埋葬地の記述はない。また、北魏の高文帝は長寿王を哀悼し、死者を派遣して、借機大将軍、大夫、 両党軍海国公、航空利用を追造し、合わせて、安氏と送りなした。文献資料には長寿王が言語を用いたことは見当たらないが、1926年に、京昌北道京州市から出土した銀製公には、延寿元年かのとの命があり、長寿王の39年に相当するものと見られている。公太王秘文によれば、公太王の死は412年であり、 三国式の記念とは一年のズレがある。儀書、高句麗伝では長寿王の享年を百余歳と記している。ありがとうございます。